牧尾山明神社は、和歌山県九度山町九度山にある社。旧糸郡干渉不相九度山村の東山町ほどの、牧尾山に鎮座する旧戸山村の氏神。現在の住所は、和歌山県糸郡九度山町九度山619となる。鷹の明神、白髭明神、別在天が祀られている。別当寺として町内に、牧尾山返上寺がある。年は不詳だが、 神社、神宮寺ともに、貴族風土器に記録が残されている。牧尾山明神社は、御朱印演技に、牧尾山を限ると見渡るは即この森の山なり、祭礼6月14日、11月14日なり、と記され、神宮寺は村の東にあり、大日道役士道祖師、道飛都市衝道等ありと記されている。また、 1633年に書かれた全根区読の記によれば、この山は、神代の昔から優位の峰といい、入白発大名人が鎮座し、工房大師が牧尾山で修行中、傍らのべ在天を信仰し日産していた。高野山を開いた後も月に9度、牧尾山に参景した。しかし、ある日のこと、久戸山まで降りてきた時、吉野川が増水し、 とかに困っていたところ、ザイテンが現れて、この地に、我を移し祭れと告げたという。工房大師はこの山に、ザイテンを移して祭り、薪さんの変額を掲げた。この時より社を、牧尾山明神社と言い,い、傍らに別当時を建立して、牧尾山返上寺と名付けたと記されている。境内に、久戸山町指邸の文化財、牧尾山明神ホッケ行く用碑がある。 返上寺の歴史は古く、公認年間に下山の東端に鎮座する牧尾明神の別当寺として創建されたという伝承が残っている。もともとこの場所には画角寺という寺があって、返上寺はさらにその上方の北の位置に立っていたと言われる。明治5、6年頃、その場所に小学校を建てることになり、その際、移設されて画角寺と合併し、返上寺となった。 本尊は、大日如来、脇仏に十一面観音、薬師如来が祀られている。2019年9月27日に、県立和歌山工業高校の生徒や、和歌山大学教育学部の学生たちが文化財の防犯や防災への対策として、3D プリンターを用いて制作した2体の心臓を奉納した。ありがとうございます。